Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zu meinem zweiten Part zu Yakuza Like a Dragon. Der letzte Part. Ich bin ja habe letztens aufgehört nach so einem kleinen Cliffhanger. Und genau da werden wir jetzt das Spiel fortsetzen. Ah, geht gleich los. Einen Moment. Ah ja, und ich wünsche einen wunderschönen, erholsamen ersten Weihnachtstag. Also, let's go. Wir sollen zu Masatos Wohnung gehen. Das machen wir da jetzt mal. Ah, vorher noch einen Moment. Zack, zack. So, let's go. Wir sollen wohl ein Taxi nehmen. Wohnung des jungen Herrn. Da fahren wir doch mal hin.本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。シノギが立て込んでて。場所をわきまえろ。マサト・アラカワ。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。はあ、心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。Also, es passiert auf jeden Fall noch was und wir müssen eine Gefängnisstrafe absitzen. Das weiß ich auf jeden Fall über das Spiel schon mal. Und als er zurückkommt, wird er nicht so wirklich nett begrüßt. Aber das sehen wir ja noch. Wahrscheinlich. Da ist er, Waka. まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。Das denn? Nanska? Sorry. Kaigai から取り寄せた最新のエフェドリンだ。え、
エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっとなんでそんなもん持ってんすか。今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いやでもそれヤバい薬なんじゃ。まあ、日本じゃ認可が降りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ若、こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。Aber ist Epinephrin nicht, Adrenalin? Waka! Waka! Also ihm geht's eigentlich nur schlecht, deswegen sitzt er im Rollstuhl. Also er hat nichts mit den Beinen, okay? So habe ich das jetzt verstanden. Oder das ist ein Wundermittel und es hat ihm ins Laufen wieder beigebracht. Wer weiß. Sie gucken alle verwundert. Was ist das für eine Bude, ey? Restaurant? Okay. Konbanwa, Masato-san. Ne, karada yoku natta no? Bikkuri shichatta yo.おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと。わか、そこ話しつけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。Das Spiel nimmt sich auf jeden Fall etwas Zeit für den Anfang, was ich schon mal ganz gut finde. Was auch nachvollziehbar ist. Oh. Hi. Oh?Finde Yumeno. Ja, okay. Wenn man jetzt wüsste, wie sie aussieht. Du? Okay.
ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。Kann man eigentlich freiwillig mit so einem Anzug rumlaufen? そちらの女性をお迎えに。ちょっといっちゃん。お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、なんだと。話にならん。なんだとこれ。分かるように話せてんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつは。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな、あんたは。どこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。おお、ポリサイバーで東京コミッショナー。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。 OK。 乾杯。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。あ、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。裏
羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも、俺、こういうの慣れてねえっていうか、その…早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて、と しかも分からん女出てなくて、分からん彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけ分かんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。 それはマジですから。あの Spiel heißt auch Geld regiert die Welt。 なんだよ。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケスだこいつは。いや。あ、マサトさんうまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。Verlobungsring, wa? Nee, ach Gott. Diamantenuhr. Ich glaube, die Frau spielt auch noch eine wichtige Rolle in dem Spiel. Sonst würden sie nicht so viel Zeit auf die hier setzen. Sasuga wa ore no onna da. Kachi ga wakarun da na. Ikura sun no? Genug. Mansion 1個くらいだ。といっても。庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。ありがとう。Ja, als Sohn eines Yakuza-Bosses hat man anscheinend Geld. いいんだって。じゃあ次は、一緒に住むマンションも買わねえとな。ゆめのさん、フロントまでお願いします。そういう場面じゃねえ。イチ、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。じゃ、飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて、愛人にしてよ。夢のに聞いてみなよ。もう、お仕置きされちゃいますよ。でも、私も立候補しよっかな。はっ。レストルーム。Herr Land sieht auf jeden Fall sehr teuer aus. Nomi Sugika. Demo, kyo wa nomi gakari da shi na. Chotto matte! Nee, Horinouchi-san! Kaeru yo. Ano chimpira to onaji kuuki wo suitaku nai nde ne. Dare da, aitsu wa? Masato-san no koto ne. Are wa Yakuza no musuko. Sou ka.でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。
しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃ、せいぜい巻き上げてやれ。わかった。じゃあ後で。おお。Es wird böse enden. バカ、いつからそこに。Wer hat das mitgehört? あの、バカ。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。Na, hat er das jetzt? Hallo, ich will Infos. Hat er das Gespräch jetzt von den beiden mitgekriegt, oder? Ist, dann wirst du groß und stark.なあ、劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。分かった。 OK、 Triff dich mit Mitsu。 Guck mal, wie viel los am Abend hier in der Stadt。Was haben wir hier eigentlich im Laden? Können wir mal ein bisschen Heilung kaufen, ne? So, wie viel Geld habe ich denn? 2,5. Können wir mal hier, oder? Ja, komm. Nehmen wir gleich 8, das haben wir Maximum. Was gibt's denn noch? So viel HP habe ich noch nicht immer, also brauche ich das nicht. MP.MP klingt natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt sind wir schon fast pleite. Lindert Verbrennung. Erkältungssymptome. Man kann krank werden, okay. Lindert gelähmte Muskeln, entfernt Gift. Ausnüchtern. Wenn wir verkaufen, haben wir nichts.Ah ne, das ist kaufen, okay. Verkaufen kann man anscheinend gar nicht, oder? Okay. Gehen wir mal weiter. Oh, kämpfen. Yakuza.Das waren ja Lappen. Ah ja. Das war ein Lachnummer. Was gibt's hier? Spielhalle. Da guck ich mir später mal an.Aber noch ein paar aufs Maul.
easy. Yes. Auf zurück ins Büro. Deno ura video ya wa. Kyo, aniki ga kichitto shimemashita. Are dake yarare ryeba mou katte na shoubai wa shinai shi. De, soitsu kara ikura toretan da? Sore wa video ya kara tori agetta kane wa kokousei ni kaeshimashita. Ura video tsutte mo nisemono datta nde. そうか。なら切り取りの方は。はい。そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。うん、das Geld hat er vom Sohn des Bosses genommen.珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた。ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと。はいはい、てめえがせびったんじゃねえのか。しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことはまれだがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。 The boss。 おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。あのままクリックアップ。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからっきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。荒川パーティー。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進むやつがいて、フォローしてくれるミスがいて
たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやっさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ、そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さてじゃあ20世紀を締める飯を食いに行くか。な、一番ウイス。ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。いません。俺は女にはからっきしで。しけたくだじゃって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえし、何舐めた口利いてある。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうな。セーパな。でもな、俺もこいつとなら初体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ。まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ。もうお亡くなりだとは。一応。24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端でよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え？でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれが子供ができたって言ってくるまではな。どなりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああさすがに俺も耳を疑ったわよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間を死体ごと始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。組の門が病院に差し向けられてたからな。そして街を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプス。ああ。だが何時間経っても彼女は来なかった。
連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。Geht's immer wahrscheinlich nochmal seine Vergangenheit. Akaneka! Oh mein, was ist denn da? Teckel, ihr seid nicht kaputt, Kato. Akachan, Akachan.そこにも奴らが来てだからもう逃げるしかなくて。わかった、今どこだ、すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。ダメ、奴らが来た、どうしよう。赤ね、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないように一足を離れろ。赤ちゃんはロッカーに。本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。お願い。赤ぜ。おい、いたぞ。女だ。行け行け行け。おお、シハムザ。赤ぜ。女。くそ、どこ行った。おい、早く探せ。くっ。Darf ich jetzt mit ihm kämpfen? Er kann bestimmt schon mehr, wa? Oder auch nicht. Das hat dem Baby bestimmt böse Angst gemacht.大丈夫かよ、しっかりしろ。どけ。オーケー。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマサトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナトコも
いや、一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。宮津さんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マサトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、そんな。結局アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせちまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえお前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。恥ずかしいした。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。北京ダックってアヒルでしたっけ。うん、釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。おや、飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、絶対見つけてみせますよ。Finde ein Peking Ente Restaurant.Aber die angezeigt. Mensch, hier sind so viele Leute. Oh, der Mann kann aber auch noch gut mithalten, ne?Lassen. マジだよ。おい、誰かいいのか。待てろよ、北京ダック。待てよ、一番。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてだろう。でも食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざす。待ってろよ。いい年越ししろよ、ご両人。一番、前から言ってんだろ。すみません。
外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せで笑うのは家族の前か相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす、北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。おっす。Ja, das Spiel nimmt sich viel Zeit für die Vorgeschichte. Do shita Ichi? Kusso demo more sou nano ka? Uresei! Ichi, tama ni wa ie no tetsudai shite no ka? Ie, saikin wa mattaku. Taisetsu ni shiro yo.自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。なくなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。Wie wird seine Vergangenheit auch noch? ソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ行きずりの客だろう。おお、誰か一番を見てくれ。ほらおいで一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでした。じゃあ俺もそのクズも一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。のめは vergangenheit。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、あてもなく生きてた。金のために、誰かで構わず、喧嘩ふっかける毎日。そんな、どうしようもねえバカには天罰ってのが下る。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。ああ荒川組、俺殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは、
裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。春日一番ってガキだ、今うちで柄を押さえてる。返して押しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。ハバヤカンド、もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。あ、まだ戦です。警戒。あの。助けてもらってありがとう。礼なんていらねえよ。お前のために指落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってないよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。Hätte wohl jeder an seiner Stelle gemacht. In seinem Leben. Otsukaresama des! Kamichou! Mata temei ga! Nando ittara wakaru nda? Gaki ni yaru sakazuki wa nenda go! Kamau na, Jo. Sore demo ore...杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も。Kenne ich auch einen Shaolin-Film, der so ähnlich ist. Wo er vom Tempel sitzt, ne? Ihr wisst, was ich meine. お疲れ様です、組長。誰こいつ？親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。auch sehr viel。来い。はい。
スさんに出会ってから100日目のことだった。いやあ、そこのおでんはやっぱりうまいっすね。そこ君は一緒がないで。おやつ。おう。あ、もうすぐカウントダウンっすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おいお前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろう。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。ああ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの誰でも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。てめえふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩ぶりも数年ぶりだな。前より強くなったのといいが。うん、面白い。やっちまおうぜ。後悔すんなよ。手加減しねえぜ。ファン喧嘩の俺の番だな。いや、スピーやろうぜ。あ、こっち。あ、いいねリスやったん。見せてやるよ。とっておきだ。俺の番だな。これでもないね。嫌え。しろ。あわ。見せてやるよ。とっておきだ。勝ちだ。なんだこのおっさん。バケモンだ。大丈夫か、姉ちゃん。大丈夫か、姉ちゃん。ああ、来ないで。おい、おやさんに俺ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと。じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい。ach ja, Cruiser Boss läuft ja ganz schön offen in der Stadt rum, ne? やっぱかっけえな。よっしゃ、もう一杯だけ行っちゃうか。もしもし。Ja, schon eine Weile her. Super Bier.
お兄さん、起きて。お兄さん。やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。はあ、いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます、おやっさん。朝早くにすまねえな、イチ。ええ、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました、初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにだ。はい、わかりました。Ja, jetzt haben wir mal zum Boss. Machen wir das doch mal. Das stimmt allerdings.Da ist wohl anscheinend irgendwas passiert. Dann nehmen wir doch mal die Gasse. Kann auch eine Ego-Perspektive spielen. Jotto, warte. Omae, doko no kumi no mon da? Was seid ihr denn? Doko tte? Arakawa gumi da kedo. Tene, yoku mo yari agatta na! Ha? Nan no koto da? Omae koso nani mon da yo? Sakaki gumi ni kimatte ru janei ka!Sakaki-Familie. Na dann? Da sind viele Leute hier.Dürfen mit einfachen Angriffen leichter zu sein. Was Angst erfüllt. Hab ich da mal eine Waffe genommen, natürlich.Das war's. Ein Stufenaufstieg. Obeite yagare! Nan dattan da? Ma, Sakaki gumi tte ittara Arakawa gumi to izakoza no taenei kumi da shi na.Ich kann mir schon vorstellen, was passiert ist, warum die Polizei hier unterwegs ist. Aber man muss ja nicht was mit dem Polizeipräsidenten zu tun. Ichiban desu. Oya-san. Ohayou gozaimasu. Oh, Ichi.座れ。はい。
いいから座れ。あ、はい。お前、榊組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ。因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の？うん。近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか？榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長、シラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか？2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東条会追放、こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。Wer muss es ausbaden, natürlich. Ima, Joe がしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職らし、喜んでやらせてもらいます。イチ、und somit nimmt das Spiel seinen Lauf。おお、ミツ、どうしたい？どうしたじゃないっすよ。今日は正月兄貴の誕生日じゃないっすか。あれ、だからボッツァって。そういや、そうだったね。ちょっと、何寝ぼけてるんすか。パソーで行くんすよね。去年と同じカムロ神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。え、なんでですか？ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか？まあそんなとこで。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか？それよりミツ、お前
今いくつだ。え、二十歳ですけど。ってことは10年後は30歳、20年後は40歳か、うん、なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は、兄貴熱でもあるんすか。また電話する。ほう、hier mal nochmal essen. Ein letztes Mal, bevor wir ins Gefängnis müssen. Weil jetzt ist komischerweise keine Polizei mehr unterwegs, oder wie? Das sind noch ein paar Straßenschläger, die können wir noch mitnehmen. Yakuza. Ja, die sind wirklich schon erfahren.知れねえからな。よし、牛丼並みもう一杯。あ、はい、かしこまりました。並長、悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか。すまない、よそとの喧嘩なら波紋で済むだろうが、今回は同じ登場会、それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。いやいや、ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。これで思い残すこともねえな。おいしいですよね、牛丼。行くか。ありがとうございました。Polizeistation. Oh, Saki no Oni-san. Saifu mitsukatta?盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。Trophäe für die Familie. Was? Speichern? Ja, kann man machen. Kapitel 2. Ein blutiges Wiedersehen. Sommer 2002. Also ist ein Jahr drin im Gefängnis.
Muss er noch 14? Die Frisur und ohne Bart steht ihm echt nicht. これもやっとけ、新入り。おい、聞いてんの？本日分終了いたしました。要弁願います。よし。Also erleben wir auch noch das, was er im Gefängnis erlebt. Kitaze, お前元闘場界のやつなんだってな。模範囚になって。一刻も早くシャバに戻りてんだって だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがなだんまりかよなあお前どこの組だよそれくらい教えてくれたっていいだろうがなあ荒川組だ荒川組荒川組ってあのちっぽけな組だろ元東条会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ今なんて言った神家な組だって言ったんだよ組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど今はふぬけちまってるって噂だしなそんな神家な組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな君ぶっ殺すぞ、ま、やれるもんならやってみろよAu.1年も耐えたのに、なぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか。はい。あの野郎、親父のこと、ふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。親父さんが知ったら悲しむだろうなそうなんですだから俺は奴らを違うお前の刑期が伸びたことだどんな事情があって人を殺めたのかは知らないだが外で待ってくれている人がいるなら耐えろこれ以上信じた人を悲しませるな。Wie geht man auf so eine Toilette? Pfeh. 15 Jahre später.
1119番、手紙だ。大事な人からみたいだぞ。荒川のおやっさんから。背景一番へ。出所するまで書かずに置こうと決めていたが、耐えられず筆を取る。お前の刑期が伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしてる。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。Ichiban Kusuga wird aus dem Gefängnis entlassen. 2019. 一日も早く振り返って俺の前にお前の姿がある日を待ってる。追伸、出所した日の晩はあの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。おやっさん、すみませんでした。俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずに、バカなことして3年も長く待たせちまって、本当にすみません。お待たせしました。カズが一番、ただいま帰りました。Kanada. Are? どうして? まあ、年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな。出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね。最近はみんなそんなもんだぞ。さあ、早く行け。はい、お世話になりました。誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。はあ、18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな、春日一番。誰だてめえ。神奈川県警でか。昔はな、今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない、俺はお前に用があってきた。なんせ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな。ほら、鬼わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんなら大がと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。
特に出所した瞬間はな。分かった顔して喋るんじゃねえ。あんた俺の何を知ってるってんだ。神室町生まれの神室町育ち、町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日次郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東条会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東条会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日神室署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい、あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんだな。荒川組への挨拶回りか。うるせえよ、俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくぜ。はあ、意味が分かんねえ。勝手にしろよ。Könnte das ein neuer Gefährte für mich sein? Wer weiß. Lass mal zum Friseur. Oi, Nee-chan. Nanda yo, kore. Kore.パンチじゃねえんじゃねえか。すみません、パンチパーマなんて今時誰も。いや、ちょっとやったことなかったもので。でも、あぼどういう顔で親父にやったらいいんだよ、これ。Ja, das hat dieselben Haare. Nanda yo, mein so ein Atama. Urusei! Den wari mise ni hatat chimattan da yo! Na koto yobi, Ossan nan nan da? Itsumade ore no koto tsukeru yona mane sun da? Ore wa omae ni yō ga aru tte itta daro.だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で、次は何するんだ。気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。Spare dein Geld, sparen ist klug.どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森千佳男。鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。ああ、そうだ。おお、でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと。じゃあお前、こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されて、むしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した。そんなイカれた奴がやった相手の墓参りして掃除まですんのか。ましてや出所してすぐに。笑わせんな。別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、おめえは無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく。
本当は誰がやったんだ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ。俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。Was ist das? Ja. Ja. Oya-san. Arakawa. Nae, Omae. Are, Arakawa no Oya-san da yo na. Aha. Nae, Are. Are, doko to no zashi no kisha ga?あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出所してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。ああ、なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行け、おら。てめえらこそ、そこどきやがれ。どかねってんなら、腕づくで行かせてもらうぜ。ふん。あ、カーバーファミリー。よし、行くぞ。ストーブフィアーズ。とっておきだ。出てやるよ。行くぞ。やったるでー。本気見せんかい。来てみろ。なんだってめえ。まあ、大丈夫。おれ、おれ、あっかまきた。おれ、問題なしだ。よし、行こう。あっちゃまあさ、俺の番だな。ふん。なんだ。ま、悪い。来ないなことしてただで済むと。まだやんのか。よせ、春日。わかった、すまん。そうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだ。なあ、何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っとく。悪かった、すぐに帰る。行ってくれ。くそ、話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。おやつさん、荒川のおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。勝が一番です。どうして。18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやつさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやつさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか、覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ、そんなはず。
おやさんは何しにここに。墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前に立ちゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。Sein Sohn, oder? Mita ga. Yatsu wa Suzumori no hakamairi ni kitan janai. Nee. Ano haka wa? Ariya, Omi Rengo Sendai no haka da. Omi Rengo tte ano Kansai no? Nande oya-san ga soichi no hakamairi wo? Shikamo anna ni takusan no heitai wo tsurete. Soriya, Arakawa Masumi ga.近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はあ？あのなおっさん、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会、東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱでかってら嘘だな。今荒川組は東条会じゃない。なんだと。荒川真澄は、奴は今八代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行？何言ってんだよ。嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やねえ。三次団体ではあるものの、荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。だが潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて、次々に東条会の資金源をピンポイントで潰してもらった。名付けてカムロ町産経作戦。産経作戦？ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで産経だ。んで警視庁の的確すぎるガサ入れで、主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に東条会を叩くことができたのは、荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを殺に打った。んなバカな。まだ話は終わってねえぞ。その後東条会がほとんど壊滅って時に、これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々とカムロ町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は東条会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って東条会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。大丈夫か？具合でも。やっぱおかしい。なんだと？おやさんが近江に寝返る？東条会が壊滅？つけならもっとマシな嘘を考えろよ。まだ俺の話を信じないってのか？あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだよ。落ち着け。さっきの荒川を見たろ。近江の墓参りをしてたんだぞ。
あれはおやっさんじゃねえ。俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃ、さっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。横浜だよ。はあ、俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ、お前に帰る場所はねえんだよ。今は俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ふざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行けば神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいからおとなしくついてこい。うるせえ。今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい春日、おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。はあ、脅しってか。てめえやっと正体を現しやがったな。正体？そうよ、手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。見え見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。ったくつける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。はっ、こんな孤独が何だっつんだ。俺バカ、何すんだ。うん、おい、どこ行く気だ。あ、カムロ町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。もういいって。分かった分かった、芝居はそこまでにしてくれ。しかし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ、傑作な話だぜ。はっ、お前な。カムロ町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。ねえ、そういうことにしろ。カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。Handy. Stimmt. War eine Weile nicht da. Are Tabakko nano ka? E-Zigarette. Ich gefällt mir, dass der noch im Büro ist. Geh zum Büro der Arakawa-Familie. Mal so ein paar Blowbobs kalt machen.
Stärke hinzugeben, Alter. Geht mit dir. Was für Pfeifen, ey. Ich glaube nicht, dass die noch hier sind. Sieht leer aus. Koko da yo na. Chotto anta, nani shiten dai? Ochan, koko ni haitte ta jimusho wa dou shita? Jimusho? Koko mae wa girls bar datta yo. Jaya, sono mae da yo.事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろう。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃカムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。さあどこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、分かった、ありがとうよ。大丈夫なのかい。なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。18 Jahre ist eine lange Zeit, ne? Ist bestimmt auch nicht mehr da. Land gezogen. 今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの。そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね。お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おお、おっちゃん。いつものくれや。はいよ。じゃあ、500円。つけとけ。はあ。しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ近江連合。なんやこれ。我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が多い。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけ、新入り。その組長って誰だ。はあ、何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。
組長の名前ど忘れかいな。しっかり精神入れ。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何？己さっき荒川組言うだろうが。ああ言ったぞ。でも俺はな、東城会の荒川組員だ。東城会？何寝言言うてねえ。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろ。東城会の虫けらが。War klar, dass es darauf hinausläuft. Arakawa-Familie. Das war zu früh gedrückt.さんが大海に寝返って東城会ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや兄貴、こいつ東城会の残党や。行かない。なんやて、わたんかいこら。 Warum rennst du jetzt weg? Das ist so easy machen können.Können wir da auch? Hm? ありがとうよ。
あばよ。待って。Hey, ich will mir das Angebot anhören. Children's Park. Hier zum Children's Park. Wie auch sagt, hallo Bobs. なあ。オミアリアン。俺の番だな。取っておきだ。え、ラッキーやん。Okay, hatte. Sind denn die Bank auf einmal, ja? Als charakterspezifische Skill überzeugendes Charisma gelernt. Okay.取材もいいけど無茶はよくねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。大見連合と登場会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ。この写真が高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。Jetzt rennt der weg。だ。Er ist doch kaputt。してくれるんだから。よせよ。悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。タグ、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。
覚えてろよカムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。無所帰りと話すとラチが開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやすさんに何があったんだ。そういやお前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろう。おやすさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかか、それぐらい知ってるさ。伊達に汽車で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいただろ。いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。ああ、でも今どうしてんだろう。死んじまったよ。だってしみよ。いつどうして。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろ。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったら何だって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろ。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。そりゃ辛かったなんてもんじゃねえだろうけど、でもだからって東条会を裏切るなんて。あのな一番、お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ、生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。荒川は極道だ。それも生粋のな。やつが選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。ああ。じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え、カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ俺。え、いや知らねえけど、とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ、ソープの桃源郷。だめ、ディファミリアさん。まさか桃源郷に行くのか。やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す。いっそ殺してくれ。Das habe ich mir auch schon gedacht. Hey, das Unkraut will ich mal lesen, ey. Geh zum Shangri-La. Gibt's eigentlich...おいてめえ、文句あるのか。
ヤクザ。俺の番だな。Oh, ich sehe gerade, ich bin dann wieder voll geheilt. Scheinbar, wenn mein Level steigt, ist man wieder voll geheilt. Gut zu wissen. Mensch, geht da mal aus dem Weg. Ups. Okay, von außen sieht es aber nicht sehr bewohnbar aus. Ja, runtergekommen. Boro Boro ga. Waraeru ze. Kore de fukireru tte mon da. Tsua no shime wa tōgen kyō ka. Iii kōsu da na. Omae san wa kanarazu koko ni kuru to omotte da yo. Anta. Adachi. Sugei yo na.ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。東上会の抗争でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな本当に。18年って違うわよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。産経作戦の成果に後押しされて都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。もう俺にはどうでもいいよそんなもん。カズが、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ？お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてえに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい。捜査に協力してもらいたい。はあ？お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて東上会を潰し、カムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。その金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監。俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで登場会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは。おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてだよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ねえ、親睦会といや聞こえはいいが、
要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報つかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで？よくぞ聞いてくれた。Na, wo findet es statt? Club Sega. Miete mir doch. Ano Mise. Heian Ro da. Alter. Ano Mise wa. Nanda, itta koto an no ka? Asoko wa chou koukyu den da. Erai taken da zo.でも親さんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。荒川の親さんが俺を呼んでる。あ、どうした？場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっときっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ。待てって。会合は夜になってからだ。おまけにお前東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って？その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ。じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろう。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。なんだこれ？スマホだよ。見たことくらいあんだろう。スマホね。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。分かった。Du kannst jetzt im Pausenmenü dein Smartphone auswählen, mit dem du deine Mails abrufen, Fotos machen und ein Taxi rufen kannst. Im Verlauf der Story werden weitere Smartphone-Funktionen freigeschaltet. よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。Triff dich mit Adachi. Dann machen wir das noch. So, ich will in mein Smartphone reingucken. 29 Nachrichten. Kampftipps, Systems sind verschiedene Tipps. Okay. Fotos, das haben wir noch nicht. Taxi.Und hier ist hier Inhalte. Ah ja. Das man aber für Echtgeld kaufen muss. Oder besitze ich die schon? Nee. Ach doch, das besitze ich anscheinend. Vorstellen.Okay. Interessant. Das sind halt Ressourcen für was auch immer. Okay, aber ich habe gerade gesehen, dass ich wohl auch eine Ausrüstung jetzt habe. Oder auch nicht.
Ah, doch, hier unten. Ah, das war's. Das kann Dreger nicht K.O. gehen lässt. Wow. Aha. Alles klar. Treffen wir uns noch mit Adachi. Ah, Sackgasse. Da laufen echt so viele Leute rum. とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え？もったいない？いつも言ってるだろう。ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい？僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。あよ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか？ガタイのいいおっさん？ Sorry、僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そうかい。待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。ちょっと待てよ、電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな、僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか。なーに、お安いご用さ。おー、こら、見つけたで。もう逃がさんぞ、こら。大見連合、くそ、こんな時に。あれ、日光方、どない落とし前つける気や。 Who are you？ どちらさん。だ、踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな、僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ、毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし客も入らん、デッキ代も払えんわ。ハハハ、そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと、もともと不良物件やったんちゃうんかい。倍額で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もっとれ、大見連合なめとるか。待てよ。なや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやった。あ、ちょ、待ってください。こいつ赤スーツのもじゃもじゃ頭や。ほら、兄貴たちが言うてましたや、登場会の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんた、ニック尾形だったか。危ねえからちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい。ああ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。ちゃぐちゃ抜かしよって、いてまうとこら。なんや、やってもらう。手加減し、オミアリアン、俺の番だな。とっておきだ。はい、やるよ。おねえ、ほら来いよ。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。
Oh, ein bisschen mehr Energie. Können wir mal hier überzeugendes Charisma benutzen. Okay. Scheint bei Frauen zu funktionieren, ne? Oh, jetzt hat er bleibt liegen. ああ、痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか？まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては優良物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだよ。あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ、そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス、さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。クソが、それでも御の字や。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ？もちろん忘れちゃいないよ。じゃ、早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい。これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ、俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだ。ノープロブレム、そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺しだ。おっと、そうなのかい。それはまた。随分とバカ正直な男だね君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お、じゃまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。
komischer Kauz. Oh, Kasuma. Nanda, ima no aitsu wa? Ore no hajimete no meru tomo da yo, Adachi-san. Ha? Socchi wa ima made doko itte tan da yo? Koko de machihase tsutta no anta daro? いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。たくや。お前の方はどうなんだ。これから大海の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。Aber wie es hier weitergeht?Das werdet ihr bei mir wohl nicht mehr sehen. Denn ich werde den zweiten Part jetzt beenden. Ja, was soll man sagen zu dem Spiel? Es ist ziemlich textlastig. Also das Spiel nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, was Storytelling angeht. Es ist auch kein kurzes Rollenspiel, wie ihr bestimmt gekriegt habt. Und ja, was soll man sagen? Das Kampfsystem ist halt rundenbasierend.Man hat auch noch Teamkameraden, die ich jetzt leider noch nicht hatte, jetzt in den 3 Stunden, die ich jetzt gespielt habe. Und ja, man lernt halt noch viele Fähigkeiten und es wird noch viel mehr ausgebaut und Dragon Card, keine Ahnung was das ist. Ja, das heißt, laufen einige Let's Plays bei YouTube, die ihr euch angucken könnt. Aber an dem Punkt soll es von meinem Einblick zu Yakuza Like a Dragon gewesen sein.Jeder muss halt selber wissen, ob ihm diese Art Spiel liegt. Ich meine, die Yakuza-Reihe hat riesen Fanbase. Also, wer Yakuza kennt, weiß, was ihn hier erwartet. Auch wenn das Kampfsystem anders ist als in den früheren Yakuza-Teilen. Aber ja, wenn es euch gefällt, schaut es euch an. Ist gerade im Angebot. Wem es nicht gefällt, dann lasst es. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal bei DGV.Ich bin euer Doomsday. Haut rein!